青番3コーナーから4コーナーです。スタートを取った3番の熊崎、中段が1番車の原田でした。そして後方、青番のバックから動いた6番車の菊池圭が早めに上昇、前を抑えました。さあ菊池が抑えて、今度は1番車の原田が反応していく。原田が3番手、そのまま上昇、前を叩きに行きました。近畿勢です。菊池を抑えて1番車の原田、さらには3番の熊崎、出入りが激しい一戦となりました。さあこの辺りは熊崎と原田両者踏み合いの様相。1番車の原田に対して3番の熊崎が挑んでくる。さあここは内が1番車の原田、アウトコースが3番の熊崎、踏み合いとなりました。こうなると後ろから6番車の菊池のまくりごとなってまいりますが、その菊池が後方からスパートしていくんですが、前は眼光状態変わりません。1番の原田に3番の熊崎、そしてここで6番車の菊池が前を叩き切りますでしょうか。内もこらえている。1番の原田に3番の熊崎、そして外を通って6番車の菊池に2番車の飯尾がやってくる。4コーナー回ってくる。先頭は2番の飯尾が最後は捕まえたか、さらには4番の奥谷でしょうか。